リバラランウェイスペシャルムービー It's Showtime。 まずはゴーゴープリバライフでランウェイ、ソラミスマイルが歌っているぞ。あやちゃん、王子様みたいなコーデにガーリーなヘアスタイルを合わせるなんて二重丸。アリゼちゃんはコーデのカラーと目の色も合わせたんだね、おしゃれ。お、このヘアスタイル今度僕も真似しちゃおっかな。あ、あれ、僕まだ自己紹介してない？それは失礼。みんなテンションマックス、楽しいだよ。みんなのマイキャラがこんな感じでどんどん出てくるぞ。僕みたいに可愛い子でもいっぱい見つけちゃおう。おみわかちゃん、コーデのカラーとヘアカラーのバランスが絶妙、勉強になるな。お、ガルルのコーデにみかんのコーデ、ガルマゲドンじゃん。うわー、キューちゃん左右色違いのカラコンなんだね、超センスいい。こんがりお肌にサングラス、グッサン最高です。お、ココちゃんは全体に淡いカラーでまとめてるんだね、僕好きな感じだな。さあ、ソラミスマイルの歌はここまで、次のステージ行くよ。さてさてさて、お次はみんな大好きゴーゴープリパライフでランウェイだぞ。え、さっきと同じじゃないかって？甘いね君たち、今度は我らがドレッシングパフェが歌っているのだ。どうだ、引っかかっただろう。あ、キリッとした目が可愛いね、サダコちゃん。お、髪ヘアアクセ、僕もジュリーにもらったぞ。お揃いじゃないか、ドレッシア、ソラミ、みんなとお揃い。ザラガちゃんは緑の使い方にセンスを感じる、サングラスもいいじゃん。いっぱいでなんだか僕嬉しくなってきたよ、テンションリラックス。もうロックなコーデにこういうヘアスタイルも合うんだね、ジェムコちゃん大好き。しほりちゃんみたいに星が輝く瞳って僕憧れちゃうな。左右違うカラコンまた発見、コーデとの組み合わせも花丸。セイラちゃんとソータンちゃんはどっちもお目目がハート柄だ、流行ってるんだね。ソラコちゃんみたいな柄がミックスされたコーデって僕なんか注目しちゃうんだよね、柄の組み合わせ方今度教えてほしいな。さてさて、次は誰が歌ってくれるのかな。今度はみかんにアロマ、ふわり、あじみの4人が歌ってるよ。あ、レオナだ、レオナと思ったら間違えた、ちさとちゃんじゃん、かわいい。天領ちゃんみたいに毛先が遊んでるスタイルってクールじゃない、神秘的な魅力を感じる瞳だね、ななみちゃん。お、ネギちゃん、そのヘアアクセ超いい、今すぐ僕にちょうだい。あ、レオナじゃない、ちさとちゃんだった、何度も間違えてごめんよ。ポワン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 、どうもプリパラポリスのドロシーです。ラーラとミカンとテンションのマックスで力を合わせてプリパラの平和を守っているぞ。メガニーから出動命令があったけど、司教員、ああ、怪盗ジーニアスがいないぞ。可愛すぎるマイキャラちゃんはいっぱいいるけどね。あ、わかった、これは可愛すぎる罪じゃん、この僕、ドロシー様より可愛かったら罪なんだぞ。マイキャラ可愛すぎる罪でみんな現行犯逮捕なっちゃって。さてさて、次のステージに出発。
プリパライフメドレーの後は夏のビーチのステージに、曲はイエイエイアイドルパーティーで、さらにさらにテンショントリプルマックス。ミーコちゃんのコーデ個性的で超いいじゃん。プリパラの任天堂 3DS ソフトで僕もデザインしちゃおうっと。色の使い方真似させてもらっていいですか、ミカノちゃん。お、ミツキちゃんのヘアカラーと肌の色がステージにマッチしててめちゃめちゃいいね。さて夏のステージから今度は季節を一気にジャンプするよ。どこまでジャンプするかはお楽しみに。テンションクリスマックス。クリスマックスのついでに突然のモノマネコーナー、誰のモノマネか当ててみてね。シンプードと以後よろしく。どう、誰のモノマネか分かった？僕優しいからみんなに考える時間をあげよう。どうぞしよんだよ。とっても頼もしい僕たちの仲間だよ。あー恥ずかしい。お、さてここでスペシャルゲスト、なんとアイリスの渋谷あずきさんが遊びに来てくれたぞ。ずちゃんテンションマックスで、ね、以後よろしく。はいはい、ドロシーから引き継ぎました声優やアイドルの活動をしているユニット、アイリスのずっちゃんこと渋谷あずきでございます。ビシ。お、シオンの子でリンちゃんかわいいですね。あった、失礼しました。どの子でも本当にかわいい、個性がしっかり出てるし、みんな才能の塊ですね。自称ファッションリーダーの私もびっくりしています。とってもびっくり。みんなに負けないように私も頑張らないと。ということで今後ともプリパラ、そしてアイリスの応援をどうぞよろしくお願いいたします。以上、ずっちゃんこと渋谷あずきでした。ドロシー、あとは任せたよ、最後まで頑張るんだぞ。あー任された、渋谷あずきさんありがとう、頑張るよ。みんなずっちゃんに褒められてたじゃん。僕も負けないように頑張らないとな。そうと決まれば早速シオンとレオナとダンスの練習してくるぞ。だとソラミスマイル。さてと楽しい時間はあっという間だね。プリパラランウェイスペシャルムービーもう終わりなんだって。コーデの組み合わせとか色の使い方とか本当にすっごく勉強になったよ。みんなのおかげで僕ますます可愛くなれちゃいそう。みんなたくさん応募してくれて本当にありがとう。可愛いコーデばっかりで最高にテンションマックスだったぞ。今度のステージは宇宙じゃなくて宇宙。劇場版プリパラ、みんなで輝けキラリンスターライブ絶賛公開中。詳しくはホームページをチェック。